こんにちは、ご無沙汰してます。リチャージ Wi-Fi をこれからねちょっと動画をお知らせしたいと思います。いろいろね、電車に乗ったり、車に乗ったり地下に入ったりして使ってみましたけど、まあまあね、使えるんじゃないかなということも分かりましたので、ちょっとどんな状況だったかね、動画を使ってお知らせしたいかなと思いますので、実はこれをね、タイに持ってって使うこともできるようですけど、ただやっぱ SIM のギガ数を見るとなんか1ギガで3000いくらとかなので、ちょっとそれはね割に合わないかなと思いますので、やっぱり SIM を買った方がよろしいかなと思いますから、私はいつも日本からですね、事前に、Amazon で買ってで持ってってるんですけど、まあ今のところそれ1枚持っていけばだいたい3週間は全然僕ほとんど Wi-Fi でね、ホテルの中でとかでは Wi-Fi で使ってるので使えてますから、まあそこまでの必要はないかなと思いますので、ちょっとこれがねどんなもんなのか、買い切りなんですよ。買い切りで月々の定額の料金もいらないし、で365日使えて一応100ギガで、確かねこれ100ギガでしたよね。365日の100ギガ使えるので一応そんな感じでね、使ってみたいかなと思ってますので、よかったらね皆さんも参考にしていただければよろしいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。いよいよですね、2月の上旬にはタイに向かいます。なんか1月のね9日からいろいろ吸ったもんだが中国の方が動き始めて、陰性証明がいるだとか保険に入らなきゃいけないだとかっていろいろやってますけど、まあ一応僕はね入れる条件にあるので、今回は、お二人ね、私の大先輩のお二人を、天井でね、お連れしようと思ってますので、まあその辺のね医療状況、健康状況、それから健康保険状況ね、このあたりは完璧にしていきたいかなとは思っておりますので、そのままパタヤに入って、まだどんな状況がね、この中国の方が来たパタヤというのをお送りしたいかなと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみに、チャンネル登録をねして、お待ちいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。とりあえず一回電源を入れてみましょうか。これでこれが電源ボタンなのかな、入りました。立ち上がってくるかな。で今探してるのかな、わかんないですけど、いろいろ出てきたので、多分まあ、多分日本語でしょうね。日本語で設定と。猫で接続されるのかな？なんか番号出てきたけど、ここは隠しますからね。ここは隠しましょう。そうすると、LINE から申請というのと、なんか登録フォームから申請で、当日18時までの開通申請で、即日開通と。今5時なので、できそうですね。で、即時開通モデル。これはね、即時開通モデルなんですよ。だから、どうなんだろう。Wi-Fi ルーターを電源オンにして、画面右3回スライド、端末情報タップ、IMEI の番号の記載がございますということで、よくわかりませんが。でルーターの接続方法みたいな感じでね、こんな感じで書いてあります。まあちょっとここで実際今やってみますね。ちょっとごめんなさいね、今両手がダメなので、一回ちょっとやってみます。そしたらここにピンがあるから、これで多分 SIM を挿すんでしょうね。で、なんかユーザーマニュアル。ここはこれで終わりかな。で、ここにマニュアルが入ってて、なんか注意事項が入ってて、で、保証書というような形で、ちょっとこのご利用ガイドを見てみましょう。そしたらですね、実際に、登録の方をね、まずしてみました。で、多分ですね、即時開通というやつでなければ、であれば、やる必要も多分ないのかなと思いますけど、まあ一応やってみましたので、まあ、右手のね、リチャージ Wi-Fi 本体の番号を、LINE でね、入力して、で、それを送るような感じで、やってみましたよ。これで終わったみたいですね。入力して、ご回答ありがとうございました。
まあね、そんなに複雑ではないので、あの50代60代でパソコンとかね、こういうスマホ関係が苦手な方でもできるかなと思います。私がね、なぜこれを買ったかというと、あの前にもちらっとお話ししましたけど、光回線をねやめたいんですよ。光回線で毎月毎月定額でね1万円から1万、ね、5、6千円かかりますよね。でこれをやめれば、ね、これ1本これはね、買い切りで、もちろんあのなくなったらあの SIM 変えられることもできますから、多分5000円ぐらいであのまだ100ギガを買うことが多分できたと思いますので、で2万5000円の今回これ買ってますから、ちょっと値段が上がってますんでね、それによって使えれば光をもうやめてしまおうかなっていうのが狙いです。 QR コードで、ちょっと QR コードを読んでみました。読んだけど、読んだけどダメだなこれは、多分 MRI ってやつをやればいいのかな。これでこれはそうかな。なんかパスワードが違う。画面に出ているのがパスワードなので、ちょっとパスワードは見せられませんけど、ピッピと。ピッピ。いいのかな。うん、これで一応つながりましたね。接続済みになりました。でこれで快適かどうかっていう話になりますから、まずはインターネットにつながるか、自分のチャンネルが出てくるか、もう出てきますね。というか YouTube 見りゃいいのか。 YouTube をつなげてみて、うん、出てきますね。大丈夫そうですね。ということで、リチャージ Wi-Fi、 とりあえずはね、作動はできました。でこれが果たしてどれぐらいのレベルで使えるかというところをまたねご案内したいなと思います。ちょっとこれテレビと接続してみましょう。できましたね。これで、暗号キーを打つというところなので、これで、こちらがですね、なかなか電波の入りがね、もともと良くはないんですよ。だからもともと電波の悪いお部屋で、リチャージ Wi-Fi を使われるとなると、やはり電波はね入らないのかもしれませんので、そういった場所ではやっぱり有線の方が強いような感じがしましたね。さてこれでつながるかどうかですね。まあなんかね、あの電波が悪いところではいろいろ回線変えるようなことも書いてありましたけど、まあ私はその通りにペラペラ喋るような感じではないので、どうかな。スーとね接続してみましょう。これでネットワークで、無線 LAN ですね。無線 LAN で、で、まあいろいろ出てきましたから、最大で10台まで接続できるって書いてありますから、まあ10台分ね、接続してみようかと思います。とりあえずは1回目は、つながりませんでした。ということで、もう1回やってみましょう。戻る。ここはね、リチャージ Wi-Fi の、 あの電波の問題じゃなくて、私の電波の問題です。
テレビは一応ハイセンスのテレビになりますけど、まあテレビとね接続ができるかっていうのもね、お買い求めになるポイントもあると思いますから、一応ねテレビ先に接続させていただきました。番号が私のなんかやり方が悪かったのかな。これで一応テレビともやり取りはできたようですね。あ、大丈夫そうですね。これで一応接続はできましたけど、あとは電波のね安定の問題がありますので、まあまあね、通常有線では全然問題なく接続されてますから、この後どうかなっていうところですね。いかがでしたか。ちょっとね今回設定の方がメインになってしまいましたけど、まあ、皆さんねもし買われる時にこんな感じで設定されるというところで、綺麗なね説明動画はスポンサー経由のね動画になると思いますので、私のね適当な動画になりますけど、本音をねお話ししておりますので、でこの後またね、車に乗ったり電車に乗ったりいろいろ移動しながら情報を今キャッチしてますので、そのあたり集約してまたお届けしたいと思いますので、またね次回の動画楽しみにお待ちいただければと思います。特にねカメラとかこういった電化製品っていうのは本当に使ってみてね本音を話さなきゃいけないと思うので、スポンサーからね依頼してカメラ貸してもらってどうのこうのなんていうのは絶対にねいい話しかしてないと思いますから、私は実際に使ってみての本音を話します。このハイセンスのテレビもいいところ悪いところいっぱいありますので、また次回ねいつかお話ししたいと思います。それではどうもありがとうございました。次回の動画お楽しみにしてください。登録をよろしくお願いします。バイバイ。また見てね。